はい、好き。二人は身代わりを覚えた。ちゃんとして私の滑舌。おし。ということで出発していきましょう。このメンバーで決定。さあ、行くぜ。あっち側さ、行ってないまんまなんやけど、このまま進んでっていいんかな。まあ、とりあえず進んでいこっか。まあ、こっち進んでいって、詰まったら、あっちに戻っていけばいいかな。どこまでも行こう。それで大魔王はどうなったの？逃げてったでしょ、きっと。強力な魔法で締め出したからね。すごいでしょ。いいえ。うん、すごいの。私たち姉妹はね、一人だとあんまり強くないんだけど、三人揃うとすごい魔法を使えるの。なるほど。でもあれはね、なんか、姉妹大好き。自分の兄弟すごい大好きそうで、いいね。微笑ましいね。ほんと悔しいな。何が？大魔王を追い出して油断してたのよ。そこに怪物が来て、お姉ちゃんたちを。もう悔しい。まあまあ、落ち着いて。定期的にこのイライラがやってくるのか。お腹空いてよ。しっかりね。ちゃんとほら、宿屋で食べてこないと。さあ、そしてここに食材たちが。もはやね、敵を食材と呼ぶ。いや、でもほら、ね、デンデンって言えばカタツムリやろ。まあ、エスカルゴ的な感じってことで。食べれると思うんよね。はぁ、緊張した。お、二人一気にレベルアップ。いいね。お、防御を覚えた。ごめん、めっちゃ飛ばしちゃった。めっちゃ飛ばしちゃったんだけど。はい、ちょっとアユナに。スパイダーロール。いいね。でも、まさかの、まさかのあれなんやね。カタツムリの方じゃなくって、クモの方なんやね。食べるの。選ぶならそっちじゃないやろって感じやけど。お、そろそろ。着いたー。さあ、ここでみんなしっかり食べといてね。はい、それじゃあ。お、なんか話しよる。なになに？ねえ、知ってる？なになに？実は、プーってね。ほう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 。へえ、そうなの？らしいよ。そんな一面があったなんて。意外ー。なんなんやろ、めっちゃ気になるやんね。超聞きたいんやけど、内容が。好きかも。二人は敵討ちを覚えた。相手が倒れた時に発動する復讐の一撃、許さない。ほい、それじゃあ、違う。料理を。さあ、みんなに、お任せで。お、全員満足、やったね。いいやん。ちょ、珍しいことが起きたね。はい、それじゃあゲームコーナーでルーレット。庶民のドレス。今結構なんか良さげなドレス着とるのに。これよりしょぼかったっけ？え、これメグちゃんのやつやろ？お、これは、来たね。はい、来たー。庶民のドレスゲットー。かわいい。あれやんね。あの、シンデレラみたいな服じゃない？あの、シンデレラが、まだなんか、家でいびられとった頃の服みたいな。これ可愛いんやけど、これ緑のやつ。これなんか超華やかやね。あ、これ可愛いな、クリーム色。どうしよう、クリーム色と緑。どっちがいい？誰に聞いとんって感じやけど。いや、じゃあクリーム色にしよっかな。よし、これでいくわ。ほい、それじゃあ。みんなにお小遣いを。お！ファンシーエプロン。でも今の服装結構いいんやけどね。どう？これはこれで可愛いんかな？あ、可愛い。いける。どれがいいかな？このピンクか、黄色。あー、さっきのピンクか黄色やね。どっちがいい？
黄色でいくか。よし、いきます。はい、そして、プーさんが、あ、違う違う、プーさんが、武器、熊さんの弾。絶対痛くないよね。こんなの打ち込まれたところで絶対痛くないよね。しかも、熊さんの弾という名のぬいぐるみ。かわいい。持っててかわいいけども。ほい、それじゃあ、出発しましょうか。はい、このメンバーで行きます。持ってるよ。片手に熊さん持ってるよ。かわいいか。お、あれ、もう最終地点じゃない？ちょ、とりあえず、とりあえず、しっかりと取っていくけどね、宝箱は。不安だな。無理しないで。大丈夫、大丈夫、不安なんか。おぉ。誰か。大丈夫？お、プーさん。お互いに。あ、でもこれで痛みが和らぐんならね。さあ、どんどん進んでいけ。ご飯美味しかった。よかったよかった。めぐちゃんなんか、自分が作り出しそうな感じの服装に見える。なんか庶民の服っていうか、メイドさんっぽいよね。お。お、みんな踊るか。よう、やったね。盛り上がって盛り上がって。そしてそこで私が叩き潰すと。最悪。今回はちゃんと電電虫が。はい、宝箱来た。開ける。330ゴールド。私は330ゴールドのためだけにここまで来た。ほら、もうこれ以外ないやろ。つら。まあでもお金大事だから。ほい、お、また話しよるやん。どうした？プレゼントを買ってきた。お、なんだなんだ？あ、これは私がもらう側ということですかね。やった。買いました。受け取って。メグはアイナにプレゼントをあげた。もらいまーす。軽ーい。銀のスプーン。ありがとう。アイナはまあまあ嬉しそう。もうちょっと嬉しそうにしろよ。お、スキルレベルアップはい、好き。二人は身代わりを覚えた。ちゃんとして私の滑舌。相手をかばって代わりにダメージを受ける。君のためなら痛くないよ。は、プーさんが。アイナを好きなプーがこっそり見ていた。マジでプーさん私のこと好きだったの。ありがとう。悔しい。プーはメグに嫉妬した。じゃ、ちょっととりあえず、あれかな。場所入れ替えておこうかな。はい、それじゃあ、料理を、お任せで、どうぞ。お、今回もみんなよかった。なになに、ちょっと、いい感じに食材選んでくれるようになったのね。はい、そしてゲームコーナーで、ルーレットを、分度器の扇、来い。庶民だわ、分度器だわ。もうなんか、はちゃめちゃな感じやけど。でも、やっぱり欲しいです。あ、これはペア旅行券 A クラスだね。あ、違う、マジで。ペア旅行券ですらなかった。MP やめだったわ。え、だいぶびっくりした、今。絶対行ったと思った。はい、それじゃあ、お小遣いを渡していきましょう。お、みんな何もいらないの？マジで？じゃあもう、次進んでいくよ。違う違う違う。はい、出発します。もちろんこのメンバーで。ってことは今回は誰も何も変わってないんか。よし、そしてついに、これ最深部じゃない？進みます。いっか。ここあの服いけてる。何？ここあの服って。あ！どうしたの？大妖精姉ちゃんの心の声が聞こえる。助けを呼んでるよ。急がなきゃ。うん。え、思ったんやけど、そのさらわれた姉妹たちは、あれなん、大丈夫なん。
お、大妖精姉ちゃん。顔が。ガサガサ。やってきた。スパイダー大妖精。いやーもうなんかすごい優しそうな顔をした。優しそうな顔をした雲が。いけ。おい。あー。え、そして本体は踊らないの？本体は踊ってくれないんですか？いやー、体力危ない危ない危ない。めっちゃ危ないよ、ちょっと。あ、しかも乱射してる。大丈夫か？こっちには当てないでおくれ。お、奇跡的？お、いい気分で力がみなぎる回復料理。もちろん、めぐちゃんに。はい、召し上がれ。いいね。よしよしよし。お、あとはもう本体だけか。早い。そして、またしても、またしてもめぐちゃんが、絶対勝ちましょう。勝とう。勝つしかない。いい気分で力がみなぎる回復料理。召し上がれ。体力がまだ少ないんかな？ 20、そっか、25かって思ったけど、プーさんやばいね。あれ、二人ともやばいな。体力少ない。お、初めての優しい行動、かばう。あーでもこれ、かばったことによってさ、死んだりとかしたらね、辛すぎる。お、これを使って。もうなんかめぐちゃん優しさ超発動しまくったんやけど。めっちゃ優しいんやけど、もう女神様やわ。ちょっと気になる。ふんふんふん。二人はアピールを覚えた。いいところを見せたくていつもより頑張る。敵へのダメージアップ。これ初めて繋がったってことかな、ここで。いいね。素晴らしいね。はじめましてから、はじめましてではないか。もう初めてから、一気にパーって上がったね。スキドが。ちゃんと見といてよ、危ないよ。はい、そして、もうなんかどんどん上がってくるんやけど、スキレベル。スキ。それだけかいい。大丈夫？しっかりして。おまあやっぱあれか、この物語に関係するキャラクターやけん、やっぱ普通より強いんか。まあ、確かにその辺のモンスターと同じ強さやったら困るよね。あれもうボス倒したんですけどみたいな。キャー、いけー。どうなんやろあれって、1体しかおらん場合に乱射は強いのか、しない方が強いんじゃないかな。あ、ありがとう。いえいえ。イエーイ。勝ったぞー。あとちょっとで私のレベルが上がる。どうやこれで。よっしゃ、来たー。レベル8。いいね。激辛料理を覚えた。激辛料理を食べた仲間が吹き出す炎で攻撃する技。そう、この辺だいぶ楽に。必要になってくるけんね。顔が戻ったよ、お姉ちゃんの。はい。オッケー。怖かった。ですよね。はい、大妖精次女の大妖精お姉ちゃんやね。助かりました。ありがとう。あの、姉のフランを助けたいのです。手伝ってもらえませんか？いいえ。ちょっと、ひどいじゃない。ここは失礼でしょ？あの、どうか手伝ってもらえませんか？まあ、仕方ない。それではご一緒させてください。大妖精が仲間に入った。これは二人とも攻撃してくれるんやったっけ？ココア村を守って。あ、
なるほど。ココアは帰っていくのね。はーい。ココアが仲間を抜けた。お姉ちゃんたちはよろしくね。はい、頑張ります、もちろん。フラン姉さんは胎児の森です、多分。そっちか。そっちなのか。めっちゃ近いと思ったのに一瞬。行きましょう。燃えてきた。それは周りがマグマだからかな。お？シャッターチャンスは逃さない。私、旅する写真家、具志堅です。撮ったばかりのこの写真、お売りしましょうか。じゃ、とりあえず買っておこう。お買い上げありがとうございます。いえいえ。はい、宿屋に到着。じゃ、そろそろ、プーさんの防御力とか曲げていきたいんよね。それじゃあ、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。